さんは青木さんでね、選んないしかね。青木さんが緊張してる。いや緊張する。さあちょっと固めに行くしかないかな。やばい。やばい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 。こんばんは。こんばんは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうもどうも。誰？はい。まず手を、はい、アルコールでシュシュッとシュッとしてもらって、はい、ようこそようこそ。どうぞ。はい。はい。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。ご無沙汰です。ありがとうございます。はい。というわけで。ようこそいらっしゃいました。お久しぶりです。お久しぶりでございます。もう1杯目、早速、時蔵君は飲めない。はい。なので、お茶。はい。青木さんはビールでいいですかね。はい。ビールで大丈夫です。というわけで、そうなんですよ。またやるんですね。ビール？いや、やるんだけど、ね、俺、久しぶりじゃないですか。俺ね、分かったね。バーに行って研究したの。待って待って。これやってた。これ何やってたかっていうと、俺が一番好きなんだから。こうやって、あ、やばい。ちょっとマスター、こうやって最初のマスター、最初の泡をちょっと捨てるんですよ、こうやって。もうなんかちっちゃい子が汚れちゃった、あーあーって書いて、いきなりアルコール消毒したと思って、下に捨てちゃってますというわけで、捨てちゃいけない方まで捨てましたけど、でこれで、ね、はい、こうすると、うん、こうするとね、ほらほら、あ、あ、泡がそんなに出ないってこと。そうですね、あれ最初にちょっと抜くんですよ、うん、ちょっと誰か泡飛ばして抜くんで、ほら、おお、見せて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 、ほら、うまくいった、面白くないなね。というわけで皆さん、ようこそいらっしゃいませ。お久しぶりでございます。乾杯です。乾杯。乾杯。1周年記念おめでとうございます。ありがとうございます。気がついたらという感じで、はいですよね。時蔵さんは原田のゲームバーの時に来てくれたのが、あれ1年半前だから、おととしの10月11月なんですよね。そうですね。ファミツでやったと。ファミツチューブでやらせてもらって、はい、うん、で青木さんは1回去年来てもらって、そうですね、で2回、はい、だから時蔵さんはね、ちょっとタイミングがね、ずっとあの我々のキャスティング会議で時蔵くん来ないかな来ないかなって名前は出してたんですけどね、また来てもらおうとはずっと言ってた。ああ、ありがとうございます。タイミング測って、ほら大会とかあるから。大会やっぱ多、そうですね、多かったっすね。大会の前日来いとか言われたら嫌でしょ。大会の前日だったらダメだよ。意外とその大会あったよね。ありましたね。そう、その海外大会なくなってどうなるんだろうなと思ったんですけど、思いきや、思いきやもう国内で忙しかったですね、やっていただいて。いやでも大会いっぱいね、国内で集まってよかったですね。よかったっすね。もうどうしようかなって、やっぱ他のことやんなきゃいけないっていうのも、ね、思ったでしょ。考えたんですけど、思いのか大会がっつりしっかりやってくれて、ね、あれは俺もちょっと思った。意外と逆に今までみたいに順調な環境だったら日本でこんな大会やってなかったんじゃないかなってぐらいですね。そうですね。ね逆にね。今だからこそ国内でっていうことだったんでしょうね。それ見て取れた。僕はちょっと初めましてなので、あ、そうです、はい、初めまして。だからウェブとか動画でよく見かけてますけど、一方的に。メディアにおいてもツーショットって初ですよね。そうですね。ですね。初めまして。そうですね。はい。不思議なツーショット。いやいや、よろしくお願いします。バーチャファイターは結構前になりますけど、そうですね。こうやらせていただいて。はい、まあ、ちゃんも結構いろいろ大会やってましたよね。やってますね。うん、まあでも、ワールドワイドの大会ではない。うん、まあいや、まあ今できないですけど、うん、でも前回出てもらった時のあのダウンロード数。あ、でももうあれ公表してましたね。例えばあの後ね。言ってないんでしたっけ？まるっと言ってるんですよ。シリーズでっていう。あ、シリーズで。ファーザー変な T シャツ着てくるから。でも、引き算したら大体わかるぐらいですね。うん、結構大台乗ったダウンロード数いったっていう、ね。そう、シリーズだと1800万っていうふうに言ってて。そのバーチャルで e スポーツ単品では言ってない。言ってないけど、普通に考えたらまあ1000は言ってるっていうね。そう、うん、そう言ってるんですよ。うん、きっと、ね、きっとね。本人言わないでしょうけど、ね。いやまあでも、けどもうそれ以上の T シャツはもう家になかったんで、今日着てきていませんけど。時戸さんから見てこうバーチャファイターってどんな感じに見えてるのかなってちょっと聞きたかったんですよね。ああでも、うん、言いづらいかもしれないですけど、いや多分ズバリ言った方がいいです。今のバーチャですか？今でもいいですし、まあ、シリーズでもいいですし、バーチャファイターって存在でもいいです。存在でもいいですけど、なんかまず存在から入りましょうか。
バーチャファイターというようなこう、うん、なんとなくだから世代によると思うんですよ。でもね、僕とバーチャファイターの出会い、うん、結構面白いですよ、うん、ああそこから聞きたいですね。ですね、何を隠そう本気でこの対戦相手に勝ってやろうと思ったのって実はバーチャファイター2なんですよ、うん、あ、2そうなんだ。そうなんか特定の誰かだったの。特定の誰かだったんです、うん、それは僕のいとこだったんですよ。あ、そうなんだ。僕のいとこが、その時僕引っ越したばっかりで小学校、うん、結構馴染めなかったんですよ。そうか、小学校か。小学何年ぐらいですか。小3です。3年結構聞いて強烈だな。そう、小3で引っ越して馴染めなくて、うん、でたまに、実家というか母方の里帰りの時に沖縄に行って、うん、いとこと遊ぶのがめちゃくちゃ楽しかったんですよ、うん、学校で馴染めなかったんです、うん、いとこ攻略本とか持ってて、うん、あ、もう、もうね、やり込み勢だったんですよ。で、こそれんしまくりだったんです。そう、もうやってたんでしょうね。でいとこがそのセガサタンで持ってたんで、でそれでなんとかして次会う時に半年に1回ぐらい会えるんで、うん、次会う時に絶対やっつけてやるって言って、モチベーションになったわけだ。そうなんです、うん、それで半年後にようやく優勝できるようになって、うん、でそのまた次になった時にショット勝てるようになって、そうですね、多分沖縄だからそんなしょっちゅう対戦もできないから全然できなかったです。インターバルがちょっとあったりもないですし。そうですね、でもそのインターバルの間ってサタンを買ってもらったと。だって小学3年生でゲームセンターも自由に行けないわけじゃない、うん、サタン買ってもらいました。サタン買ってもらったんだね。そうなんだ、羨ましい。恵まれてるな。そこの方が気になるわ、うんうん、うちは勉強頑張れば勝ってもらえる。いや、素晴らしい素晴らしい、いい方針です。いい家庭方針です、はい、そこでそのために、うん、そのために頑張る、勉強も頑張るって世の中の親の皆さんはこれ聞きましたか、はい、ね、ちゃんとゲームやりたいってことでちゃんとね勉強もするからゲームっていう形でやってもらえいいサイクルになって最終的に東大まで出て、うん、で最終的にゲーマーになるんですよ。親に最終的にお前普通の会社行っても向いてないからって言われたんですよ、最後に。親父さんにね、迷ってた時に。そうか、なんでそんなに勉強させたんだろう、何もわかんないっていう。だからその対戦っていうのにその本当にちゃんと引き付けられたのは、うん、バーチャーだったんですよ。うん、ありがたいですね。いや、わかるな。バーチャーファイターってそういう存在でしたよね。うん、はい、でそこからこういろいろなんかこう名誉だったり賞金を手にするためにいろいろゲームにこう没頭していくわけじゃないですか。そうですね。でその中でもう一個聞きたいのが、どうしてこう今やられてるストリートファイターをこう選んでるのかっていう、いろんなゲームがある中で、はい、それ選んだきっかけって何だろう。僕いろんなゲームやらせてもらったんですけど、うん、そうですね、一応ちょっといろいろ調べさせてもらって、いろいろやってるなと思って、でその中でそう行き着いた今ストリートファイターがあって、なんか何だったんだろうな。僕にとって一番なんだろう、倒したいやつとか魅力的なプレイヤーがいるのがやっぱストリートファイターだったっていうのが。ああ、じゃあコミュニティがそうだったんだね、うん、そうですね。あ、一番最初にそう思った時のストリートファイターのタイトルは何だったの。ストリートファイター 2? ですね、僕がなんだコミュニティっていうのにお世話になったなと思うのは、うん、ストリートファイター 3なんだ、サードストライクっていうゲームが、まあ、あの当時多分もう半年時に格ゲーとかって出てたんで、サードの時にやっぱりいろいろお勉強させてもらいましたね。僕中学とか全然部活とかもやってなくて超生意気だったんですよ、うん、そんな中で勉強ばかりしてたからね。あ、そうですね。あとやっぱその格闘ゲームもずっとやってて、結構その周りには果てちゃってて、あ、じゃあでそういうノリでゲーセンデビューして、強いところまで行って、うん、で、なんかその、ね、仲間内でやってるようなノリを、中学生のクソガキたちが、なんかその、一緒になって、騒いで煽り合ったりするみたいなのが、うん、あ、なんかそういうのが面白いのかなと思って、僕らもやっちゃって、そこでしっかりお灸を据えてくれたのが、サードでしたね。そこで、なんか、やたらと強いやつがいるぞみたいなのになっちゃって。あれです、その、勝負としても、うん、ちゃんとやってくれたっていうのもあるんですけど、人として、ちゃんと説教してくれたんですよ。もうはっきりと。うん、お前ら今、あと、お前ら強いのは分かったと。うん、なんだけど、その、
ちょっと目立ちすぎてるから、あんまりやりすぎない方がいいよっていう注意。原稿使ったとこじゃないですよ、いきなり。どういう意味だろうなっていうぐらいの、そうです。その当時の自分からするとどういう意味かなぐらいのことを言ってくれたんだ。そうです。で、それがなんか後々分かったことなんですけど、それって多分、もっと地方のあんまりレベルの高いゲーセンだったら俺ら原稿作らって外追い出されて、うんうん、多分終わりだったんですよ。まあそうですよな。そこがすごいレベル高くて、うん、言うてもそのなんていうんだろう、勝負に対して純粋だった人たちがいたから、うんうんうん、あいつら本当に生意気で腹立つけど腕前としては、うん、あやるからそこは認めざるを得ないよな。だから、あ大人な、そう、力じゃなくてそのちゃんとそのちゃんと説教するっていうか、ちゃんと教えて、許容してくれたんだね。そうですね。あれ、原さん、そんなことですよ、はい。今日も一応トークテーマが2つあるんですけど、そうか、ちょっとね、トークテーマ行く前に、はい、せっかく徳弘さん今日来てるんでね、この間ですね、徳弘さん YouTube を解説仕上がりましてですね。あ、そうですね。なんか、ね、ありがとうございます。もうね、もう3000人近く行ってるんですよ。早いんですよ。チャンネル名は何でしょう？トキドチャンネルです。トキドチャンネル、そのままですね。ズバリトキドチャンネルでございます。これで全くそうじゃない名前にしてくれたら面白かったんだけどね。普通にね。はい、そう、でね、なんかほら、YouTube ってほら、仲間意識があって、なんぼの世界ですから。いや、別に俺たち YouTuber ではない。YouTuber は、俺、たまに勘違いしたんだけど、俺 YouTuber ではないの。普通のね、会社員、部長クラスの人で、ね、で、一応まあ、時戸さんのチャンネルにね、時戸さんとしては、まあ、せっかく久々に原田さんに会ったわけじゃないですか。はい、そうですね。なんか、時々チャンネル来ないかなみたいなことちょっと考えてるんですって。あ、なるほど。じゃあ、もし呼んでもらえるなら全然行きます。うん、あ、これで行きますか。僕は基本的にそういうの何でもノーギャラですから。ありがとうございます。ノーギャラですよ。これもノーギャラですよ。サラリーマンですからね。ノーギャラですから、ね。毎回がっつりノーギャラ。はい。僕、これメディアに出るのでお金もらったことありませんから。あ、行きますよ。あ、ありがとうございます。はい、よかった。なんかちょっと、荒らしに行ってくださいね、原田さんね。でもそういう時代になったんですね。このゲームのそのプレイヤーの、そうそうそう、プレイヤーのチャンネルにこう、そうですね、ゲームを作ってる側が行くっていう時代になってるけど、うん、素晴らしいですよね。ですよね。面白い時代になりましたね。しかも世代が全然違うけど、あ、行きます、行かせてくれますよ、全然。なんか、何か企画してくれると。はい、企画、今、はい、ぜひ企画しておりますので、ぜひともよろしくお願いします。普通のことしないでね。そう。はい。普通のことは。多少無茶ぶりでも大丈夫です。はい。はい、鉄拳バーチャストバイのプロプレイヤー、一応ほら三大格闘の有名な人たちが揃ってたから、一応ね。いや、だからその辺だから。ここで言うと、俺が実は真っ先に聞きたかったのね、それで入ったら一応っていうか、そのティージングというか、ね、ああ、はい、出ましたね。正式にゲーム画面が出てるわけではないけども、はい、まあイメージ映像とともに。はい、まあ、制作発表的なティージングがあったわけじゃないですか。はい。あれはまあ、純粋にそう、プレイヤーから見たときに、うん、どう感じたかとか、それ率直に聞きたいんだけど。ほっとしましたよね。ほっとした。ほっとしました。なるほど。ようやくかと。だから作ってるっていう話は聞いてたんですけど。まあ、聞くし、まあ、普通に考えたらさ、うん、作ってないわけないよね。そろそろ、うん、新作、うん、5も結構長いですし、うん、で、なんかコロナになっちゃって、その開発が延期されたんじゃないかとか、うん、そういう噂は流れた中で、まあそろそろじゃないかなってところに、やっぱ制作決定、うん、制作発表が出て。決定ってか、決定はだいぶ前からしてると思うんですよ。世の中的に作ってますよって言ったのがあるんですよね。はい、うん、ほっとしましたよね。とりあえず次がちゃんと。未来が見えたという意味ではほっとしたということで、はい、そりゃそうだよね、はい、プレイヤーからするとね、そこだけはさすがにお任せだもんね、はい、そこはもう本当に僕は特にプレイヤーの中でも、うん、任せる派なんですよ、うん、出されたものは食いますよと。ああ、なるほどなるほど、うん、プレイヤーの中にもそう、あれ、います、確かに、はい、意見を言いたい人ももちろんいますし、うん、
うん、俺はやっぱりそのゲームの面白い面白くないっていうのは、うん、自分では判断、口には絶対出さないですし、うん、思うことすらしないようにしてます。あ、なるほど。それは自分の中で、なんて言うんだろう、その、勝負に対するこだわり、うん、なるほど。思っちゃうと、隙ができるんですよ、うん、自分の中に。ああ、言い訳だったりとか。はい。そこまでの域に、いやすごいな。達してるのはなかなかですね。思わないようにしてます。うん、だから、新作は、そうですね。希望があるとすれば、うん、ルールとか面白さっていうよりは、人気タイトルにしてほしいなっていう、すごい、うん、すごいぼやっとしたものになっちゃいますね。いやでも、人気タイトルにしてほしいのは、実は、俺近しい話は何度もしたかもしれないけど、それはストリートファイターでしょ、バーチャファイターでしょ、そうなんですけど、結構格ゲーメーカーはね、みんな作ってる側も思ってるんですよ。うん。あの、普通ね、普通って言ったら変だけど、この業界結構面白くて、競合に対してこけろってそんなにね、まあ思ってる人いるかもしれないけど、競合が売れた方が、あの、自分らも売れるんですよ。基本的には。はい。そのジャンル自体が広がった方が、例えば、ね、ゲームセンターって分かりやすいですよね。そうですね。ゲームセンターって場所の取り合いじゃないですか。うんうん、ゲームセンターって一回ビデオゲームコーナーが縮小したり、一回体感ゲームコーナーのエリアが縮小して、プライズに食われると、二度と戻んないんですよ。うん、そっか、確かにそうですね。二度と戻んない。復活するっていう話は聞かないです。だからライバル会社の製品でさえちゃんと面積取ってたらしいんですよ、うん。っていうのがあるから、うん、その文化のせいか、格ゲーとかも、こけろって誰も思ってない。うん、頼むから盛り上がってくれ、うん。売れろって思ってる。ただ売れてくれると、引っ張られるんですよ、全部が。やっぱり。それは格ゲーに限らず、一般論として実はそういうところがあるので、うん、やっぱそのジャンルを牽引するタイトルとか、やっぱなんかそのジャンルを代表する何大タイトルってあるわけじゃないですか。はい、それは格ゲーに限らず、やっぱり売れてほしいっていうのは、割と思ってるですね。ああ、やっぱそうですね。全員で市場を広げていく。もともとほら必要不可欠なものではないので、うん、はい、ね、流行り廃りのもんじゃないですか、はい、だからやっぱちゃんと流行ってくれた方が、そうそう、ね、まだその余地がありますもんね、全体として流行らせられるってくれた方が、はい、そのみんなでのあの市場を広げてる世界なので、うん、ね、ゲームどんちゃんのそうですよね、そうです、そういうとこありますよね、うん、それもあります、もう、うん、特に今おっしゃったそのアーケードゲームですね、もうゲームセンターに来てもらってなんぼなんで、うん、その弊社でいうとカンコレとかフェイトとかっていうお客様って今までゲーセンに来なかった人たちが来て、で来たついでに UFO キャッチやってみようかなみたいなのが、あれがなんかこう効果として非常に望んでるというか、うん、嬉しいことなので、もうそれと同様にやっぱり格ゲーっていうジャンルがもうぜひ盛り上がって、もうぜひ広がってほしいっていうのは思うんで、やったやったと思いましたね、あのティザームービー見た時、今なんか言えると思うんだよ、時々君も逆にほらストリートファイター5ってほらスタートダッシュの時にはいろいろあったじゃないですか、はいね、あのちょっと地球とか言われてましたよね、ロード時間は、いやロード時間とかは俺ね、うん、じゃなくてなんか結構その仮想通貨入れる入れないとか、あ、なんかありましたね、ゼニーとかありましたね、バケツの裏にあったものがなんか入らないとか、なんかそれで結構なんか大騒ぎになったわけじゃないですか、はい、あれとかはもう全然対岸の火事じゃないわけですよ。俺らとか、もう、だから、なんだろう、もう、ああ、もう、自分のことみたいですよね。なんか、うん、とあうわなんとか、わかる。みんなでなんとかしたいぐらいの。なるほど。本当に。だから、ソリッドファイター6、やっぱり発表あったときはもう、やっぱ応援する気持ちみたいな。原田さんも、もう僕もね開発者だから、はい、なんとなく分かるのはやっぱ裏がすごい大変なんだろうなと思っちゃうんですよ、多分なんとかあのタイミングで余裕を持って発表したわけじゃないんじゃないかなと思ってるんですね、いやまあ僕は裏事情全部ねそうだから情報でしょうから、ね、とりあえずねあのティーズしましたけど、やっぱり開発現場はすごい大変だなっていうのはなんかそれを感じちゃうんですね、あの見ながら。なるほど。もうあれから分かるんですね。いや、分かる。もっと言うとさ、もっと分かっちゃうわけじゃないですか。それとファイターファイブの時なんて、まさに、バンナムといろいろ、やってましたね。いろいろコラボもやってた時期なわけだから、はい、ね、はい、その、
この時期にこれやってこれやって、ま、お互いマップを描いて、逆に言うとお互い邪魔もしないし、逆に言うとお互いうまくいくときは合わせましょうとか、そういうマーケティングプロモーション的にやるわけでしょ。そういう話とやっぱ違うタイミングで発売とかってなると、あ、これひょっとして結構無理して巻いたなとか分かっちゃうわけですよ。僕もう発売までのロードマップもう想定しましたから。そういうところ。なるほど。ここで発表したら、痛いな。分かっちゃうから。分かっちゃうでしょ。分かった時に、あれ表の発売タイミングより何ヶ月早いみたいなのが来ると、そうか、これ期末決算に合わせて。はい、そうですね。これ開発側が今大炎上してるのって分かっちゃうな。だから作ってる人もそういう炎上になると辛いよね。だってね、さ、自分たちの決定じゃないわけだし、うん、まあそれはしょうがないね。いろんなことがある、うん、僕らもありますよ。間に合わせなきゃいけないですよね。セガさんもありますよ。バンダイもどの会社もそういう思いを一回してるので、ヤスト6ね、本当ね、普通に本当に盛り上がってほしい。協、うんうん、力できることがあって全然したい、うん、本当に。でなんで一生懸命カップのこと言ってるかって自分の話にならないいやいや、そこはもうテーマは新作ですからね。新作で言うと、だってほらね、小学校ね、小学校3年生の時にバーチャ2だったんでしょ。小学校3年生だよ、はい、あなた今いくつになるかな。僕も36のおっさんです。36のおっさんになったのにまだ5ってどういうことなんですか。その話を聞き出すためにちょっと美味しいものを食べませんか。そうだ、ストリートファイターが次6で、鉄拳が今7、次8あるとしたら、次があるとしたら8ですよね。次しかも僕らあのいろいろタッグとか、はいはいはい、タッグ2とか挟んでますから、うん、それで言うとバーチャファイターはちょっとそろそろ追いついてくれないと。そうですね、一番若い数字になっちゃいました。矢印が今青木さんの方向いてますからね。いやー、でもこの前ね、前回もここ出させてもらった時にも、その次を考えるいい材料ができたっていう話は、材料って言うから僕は明確に言いましたよ。僕はもしセガのセガのいわゆるステークホルダーというか、いわゆるその経営陣のうちの一人だったら、はい、これを機会にしない限りは、うん、絶対もうこれを放置したら復活がないわけで、うん、IP って未来の資産なわけじゃないですか、うん、これまでの資産でもあるし、未来につながる資産でもあるわけじゃないですか。これここをスルーしたら、うん、本当に IP 殺すことになるん で、 そうです、ね、僕だったら新作指令は出しますけどね、うん、っていう話をしたと思うんです、うんうん、どうなんですか。視線が集まりますね。指令は考えてなくはないですよ。もちろん毎日日々考えてはいますし、はい、あのなんかやろうとは思ってますよっていうなんか今の話だけ取ると、なんだろう、毎日あいつのことは思ってるけどまだ告白しないんだよ。思春期の少年の話みたいな。いやいや、もう具体的に考えたりはしてます。考えることは。これ考えますよね。いや、それはあの多分、プレイヤーはもっと妄想してると思います。うん、考えてるし、ああだったらどうしよう、こうだったらどうしようとか、こうした方がいいんじゃないかは、まあ、ね、結構濃いめに話はしてますけどね。だから今の、その、今までのバーチャファイターシリーズの延長上、1から2、うん、3、4、5っていうの次、じゃない方がいいんじゃないかなって思ってるんですよね。ああ、なるほど。あれ、うん、まあでもあのその上を行きたいというか、上を行きたい、あの亜種とか違う方向じゃなくて、あ、でも分かります。例えば北米のタイトルって、うん、3とか4まで行ったらもうリセットして、うん、いきなりあの最初のタイトルに戻ったりしますよね、うん、そう、ああ、うん、そっか、というのもあるし、分かる時々、いや、ちょっとどういうことですか。いや、だから普通、はい、ナンバリングって 1,2,3,4 っていくでしょ。はい、まあ、リセットされてる。例えば、コールオブデューティーとかも、はい、普通は1、2、3とか来て、うん、3はなんか Xbox だけで出てみたいなんで、はい、で、コールオブデューティー4、モダンオーフェアとか行くんだけど、はい、またリセットする、コールオブデューティー、モダンオーフェアっていうのが出たじゃないですか。はい、あれって、じゃあ1なのかって違うわけですよ。この昔はもうあったし、そういうタイトル多いですよ。あのナンバリングじゃない。そうそう、レインボーシックスとかも、1,2,3って来たんだけど、で次、ベガスっていう名前になって、ベガス2って行くんだけど、うん、まあ、ただなんかレインボーシックス CG とかでこう、ナンバリングとは決して限らない。はい、映画のタイトルみたいになっちゃうってこと？そうそうそう、ね、映画のタイトルも割とリセットして、いきなり最初の原点のタイトルに戻ったりとか。うんうん、バットマンとかそんな感じでしょ、うん、ああ、そうっすね。ノーランさんもあれば、最近のバットマンもあれば。そうそう、うん、じゃあ、ばあちゃんは、e スポーツクラブクロス e スポーツの次、ファンは
6じゃねえのって言ってるけど、6じゃない可能性もある。だからバーチャファイターとかになるんですよ。シン。本当そうだよ、ね。シン。シンって言ってるから。シン、カタカナで書いてる。カタカナでしょ。流行りのシンだよ、ね。いや、それはと、次がしんどくない。しんどくない。まあ、そこもでも名前からというよりは、その内容から考えた方がいいって、ね、その内容を考えていくと、そういうのもありかなって今、なんとなく、純粋な6じゃなくて。いや、わかります。うん。それはそう、ね。まあ、それ今、ちょっと葛藤して、なのか決まってないですけど。あの当時、90年代はバーチャっていうキーワードは、いわゆるバーチャルっていうものの走りだったから、うん、だけど今時だったらひょっとしたらバーチャって言わない方がいいかもとか、うん。確かにそうっすよ、ね、うん。あり得るでしょ、はい、あります、あります。バーチャってそれはどういう意味だってなっちゃうから。そういう意味で言うと、なんか、思いっきりブランド名は変わったけど、なるほど、これは完全新作だと。うん、いう形にはできますね。そう、そう、ちょっと驚きはなんか追加したいというか、うんうん、表現したいですね。あ、普通にバーチャルファイター6で出てきたら、あっていうだけで終わっちゃいそうな気もしてて、皆さんその頭の中にあるから、なるほど、そうじゃないそこの新しい裏切りというかギャップみたいなものは表現していきたいなですね、ぼんやり、うん、さて皆さん、はい、場所も変わりましたよ、はい、今日せっかくなんでほらね、三大格闘の有名人今日いますから対決しましょうってことで、はい、タイトルはなんとバーチャです。おー、バーチャファイター e スポーツ、バーチャファイタークロス e スポーツで行きましょう。1ラウンド選手勝ち抜き、1ラウンド、1ラウンド男の1本勝負です。本当に1本だから、本当にもういいですか、はい、じゃあ4人でグッパーしてください。はい、ペアを決めるのね。ペア決めです。はい、最初はグー、じゃあパー、うわっ、ええー、合気対決、いきなり、いきなり、うん、合気対決、合気ってないし、オッケー、ラウなんですね。僕はラウでいきますよ。おお、おっさんのいいですか、はい、原さんと奥さん大丈夫です。1回戦男の一本勝負、いやー、ちょっと待って、ステージはランダムでいきましょう。ランダムでいきましょうか。ランダムの回転が割と遅いんだ。目押しできるかも。でも目押しさせないんですよね、これね。あ、目押しできてたな。いや、プレイするとこ初めて見たの。よし、一本だからな、一本だからな。お、奥さんは奥さんでね、開けられないっすかね。奥さんが緊張してる。いや、緊張する。さあ、ちょっと固めに行くしかないかな。あ、お、飲んだ飲んだ、深い飲んでる、ね、あれ、あれ引いてくるのは後半のラウンド、そうだよね、1ラウンドで酒飲んでる暇あったら殴れってやばい、あ、やばい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 、鉄拳だ、やばい、すごい速さでやられた。まあちょっと前、いい対決は酔っ払いが勝った。詰めすぎたな、やっぱ固くいけなかった、固くて、ちょっと前行きすぎたな。カウンターもらっちゃいましたね。しょうがない、しょうがない、しょうがない、青木ウィンズ、これ緊張するね、危ない、見てる方も結構ドキドキですよ。